うるさいね。この辺で少しなんか静か、なんか取材とかさせたらだいたい日比谷公園でやってる。なるほど、じゃあ日比谷公園まで歩きますか。すいません、よろしくお願いします。あ、ちょっと映さないですよね、こちらの人。ちょっと怒られそうだから。え、あ、もう撮ってるんですか。あ、そうです、いつも打ち合わせもゼロなんですよ。もう全員ゼロです。すいません、三谷と申しました。あ、ちょっとそう、あ、素材大噴火さん、もともとなんか、まあ、僕テレビの業界の人間だったので、なんかその、はい、裁判傍聴芸人さんみたいな感じで、その何回かテレビ見たことあって、そのとこになんで行き着いたのかっていうのがちょっと知りたいなと思って、はい、あ、それで、あ、もしかしたら可能性としてゼロじゃないかなと思って DM を送らせてもらったっていうのが経緯なんですけど、はい、今は大川工業さんに所属してるんですよね。そうですね。で、基本的にはどんな仕事があれなんですか、メインというか。はい、執筆が多いかもしれないですけど。あ、そうなんですか。あとラジオとか。はあ、はあ。今年齢的にはおいくつになられたんですか。今46です。同期とかっているんですか。誰とか、なんかその同じぐらいに芸人を始めた人みたいな、仕事的な感じじゃないから分かりづらいかもしれないですけど。名前言ったところで分かんないんじゃないですか。あ、そうですか。鉄板またろうとかって言われても分かんないですよね。あ、そうそうそう、同じ事務所だと。あ、そうなんですね。また思わないです。俺も3ヶ月後くらいになって、逆に他事務所で同じぐらいに芸人さん始めた人だとどれぐらいの人を。どうですかね、いっぱいいるんじゃないですか。東京ダイナマイトとかだと有名ですよね。あ、なるほど。なんでその裁判傍聴芸人という肩書きみたいな感じで、なんですかね、はい、そういう呼ばれ方するようになったか、なってったかっていうのをちょっと聞きたくて、はい、そもそも、はい、どこ出身の人で、はい、どうやって芸人になったんですか。出身は山形県です。あ、父親は警察官ですかね。そういう感じです。 お母さんは。僕は専業主婦です。まあ、たまにパートとかは行きました。まあ、普通の家庭です。なるほど。お笑いはじゃあ昔から好きだったんですか。まあ、テレビは見たりとかですね。まあ、田舎なので、その実際ライブを見るってことはなかったですけど、寄席とかは。ほうほう。テレビでお笑い番組見るってことは、ね、まあ、すごいしてましたけど、ラジオ見たりとか。で、芸人さんになりたいなと思ったのは、はい、いつからなんですか。それだって改めて聞かれると思ったことはないのかもしれないですけどね。あ、そうなんですか。じゃあ逆に芸人になりたいって気持ちがない。あ、大丈夫ですか。芸人になりたいっていう気持ちがなかった、はい、その若者がなんで芸人になってくるんですか。なんなんですかね。なんでだっけな。フリーターの時代があって、テレビの AD とかやってたんです、はい、そっちの裏方の。あ、そうなんですか。1年くらいやってて、辞めた後にフリーターの時期が1年くらいあって、その時に結構こうお笑いライブとか見るようになってみたいな。へえ。あ、そのテレビの制作をじゃあやろうと思ったのは何作始めたんですか。それは20歳ですかね。専門学校は映画の専門学校で、
ので、ほうほうほう、映画って、まあ、今もそうですけど、なかなかこう就職としては難しいジャンルじゃないですか。ああ、まあそうかもしれないです。ほうほう、みんな学んでる人もテレビの制作会社で、で、俺もそういうとこ行ってって感じですね。ちなみになんですか、はい、何系の番組とかやってたんですか、それは。俺がやったのミュージックステーション。あ、M ステーションですか。あ、そう。その後1年間やって TBS に移って、はい、すぐ終わった番組ですけど、輝く日本の星だったな。へー。古舘さんと和田彦さんの中、クイズ悪魔のささやきのなんか次に始まった同じスタッフ。へー。なんかメンツだけ見ると長く続きそうですけど、うまくいかなかったんですね、わかんないけど。いや、その番組自体はでも1年くらいやってたんですか。俺はもうそれ1ヶ月もいなかったんで。あ、そうなんですね、はい。ちなみになんで辞めようと思ってたんですか。なんか何時に起こしてくれみたいなディレクターに言われて、あ、で目覚めたらもう時間過ぎてて、俺も遅刻だし遅刻じゃなくて辞めれば怒られないなっていう。あ、でもなんとなく分かりましたね。社会人として一番ダメな AD で言うダメな話です。へえ。じゃあ21歳で辞めて、はい、フリーターになって、はい、でそっから芸人になるなんかタイミングとかきっかけって、その時期がいろいろお笑いライブとか見に行ってて、で大川工業がなんかオーディションやるみたいな。ほう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 。でなんか今ロフトプラスまでちょっと歌舞伎町でちょっと大きくなってますけど、昔もっとちっちゃいとこだったんですけど、はい、その時もこうトークライブみたいなの見に行ってて、はいはい、でなんかオーディションだったら喋れんじゃないの、はあはあ、江頭と喋れんじゃないみたいな。ああ、他にもまあいっぱいいましたけど、松本からすとか、はあはあ、喋れんじゃないみたいな感じでいただけたんですよ。そうか、江頭さん もっと先輩ですもんね。そうですね、最近やめちゃいましたけど、ね、そうか、そうですよね、はい。じゃあそれで大川工業入って、はい、ピンで活動したんですか。じゃあピンっていうか なんなんですかね。なんかオーディションみんなこうネタやるんですよ、一発ギャグとか、はい、漫談みたいな、はい、で俺何にもないっすって言ったんですけど、俺だけ受かって何にもないっすは受かるんですね。受かりましたね。なんか、で結局なんか芸人っていうよりはみんなそうなんですけど、一回事務所をのなんか電話番っていうか雑用みたいなのすごいやらされて、研修ってことですか。研修っていう、研修でもないのか、うん、へえ。いろいろ雑用みたいなやらされて、もしよかったら、僕はずっとマスクつけっぱなしにしておくんですけど、はい、よかったら撮っていただけたりします か、 いいですか、いいですか、はい、もし、はい、ちょっとよろしくお願いします。はい、大川工業所属して、はい、ずっと ピンですか。入って何ヶ月かくらいでコンビを組みまして、へえ。で漫才やってましたね。それは、はい、まさか漫才を始めるんですか。はい、ネタをどっちが書いてたんですか。あ、相方が。あ、そうなんですか、はい、書いていただいてて。はい、それはどんぐらい続くんですか。どれくらいやってたんですかね。3年くらいですかね。へえ、はい。で その当時は M1 とかあるんですか。はい、M1 出たかな、一回行ったような気がしますね。そう、ルミネに行ったんだから多分一回行ってますね。結果はどうでしたんですか。1回戦で終わってんのか、2回戦なのかな。はぁ、覚えてもないですね。そのコンビを解散するんですか。そうですね、はい。それどんな理由で解散するんですか。なんでですかね。なんとなくかな、結局単独ライブで解散を発表するっていう。あ、そうなんですか。どっちからともなくって感じですか、言い出すとか。そうですかね、こうなのかな、なんかそんな、こんな感じですかね。じゃあ、ピンになってた時に、アッサンはどうなってくるんですか。その間は特に何もやってないんですかね、事務所ライブの司会やったりとか、はあ、くらいなのかな、そうですね。なるほどね。でそっからこの今の何ていうんですか、その裁判傍聴芸人みたいな、何ていうんですか、はい、そのもう新しいっていうか、全くその誰もやってこなかったこのジャンルというか、はい、自分唯一自分だけの道を切り開くっていうのはどういうきっかけなんですか。切り開いてるってそんな大げさな感じでもないと思うんですけど、はい、で次のコンビも組んで漫才やってるんですけど、はいはい、結局お笑いライブ見に行くと分かるんですけど、いろんな
こう何十組十何組とかって芸人出て、結局ネタ以外のフリートークだとかなんか最後集まってやらされるんですよね、エピソードトークみたいな。でその時にまあいろんなことを話してたんですけど、その裁判所に来ての話をすると結構食いつきが良かったというか。その裁判所にじゃあ行くトークって、はい、裁判所ってのは、はい、そのそもそもライフワークとか行ってたんですか？初めて行ったのが99年なんですけれど、はい、うちの大川工業のトップに大川豊、まあ、総裁がいまして、はいはい、でその時に雑誌の連載をなんか政治絡みの政治家のなんかインタビューとかっていうなんかいろいろ連載をやってたんですけど、はい、特別編としてオウム裁判を取り上げようみたいなことがありまして、はあはあ、まあもう死刑執行されてますけど松本智津朝原昭子裁判をちょっと傍聴したいと総裁が、はいはい、そうすると我々大川工業の下っ端が傍聴権の抽選に並ばされまして、ああそうかそうか、裁判を、ね、聞くために、はい、結局総裁とその雑誌のプレイボーイだとか週刊プレイボーイの編集者の2枚だけ券あればよかったんですけど、なんか倍率もそんなに高くなくて、へえ、でまあ多めに当たってみたいな、見るつもりもないし、はまあ朝並んで、まあ、そこ並んで、あと終わったら事務所行って電話番やらなきゃいけないんですけど、はどうするみたいな言われて、まあ電話番するよりは見た方がなんかネタにもなるし、裁判所は二度と来ることもないし、はあはあ、でまあ傍聴したっていうのがきっかけです、ね。初めてその裁判傍聴した時の感想ってのはなんか、まあなんていうんですかね、まあ何やってるか全然分かんないっていうのが本当のところですけど、はい、その今から99年の今から21年前ですから、その時ってワイドショーで毎日までは言わないけど、はい、毎週こうオウムネタっていうかやってて、はいはい、だからそういう意味では目の前にあの孫子って呼ばれてる朝原昭子がいるっていう、なんていうんですか、野次馬的な本物だみたいな、はいはい、そういうこう驚きっていうか、あ本当にいるよみたいな感じはあったんですけど、その内容自体はもう一切何やってるか全然わからない。でもじゃあそこから第2回目に行くきっかけというか、その時じゃまだ別に裁判にはまってるとか、はい、そういうことでもないってことですよね。午前中それを見て帰ろうと思ったら、その一緒に抽選に並んだ先輩とか後輩が東京地裁のロビーにいたんですよ。はいはい。で、なんでいるんだと、なんで帰ってないんだと思って、はいはい、朝10時からの裁判でもう12時くらいにまだいるわけですから、はいはい、そしたらいやなんか裁判見てたんだよ午前中みたいな。で俺のイメージは東京地裁で新聞とかニュースで今日オウム裁判ありましたって言ったらそれ一件しかやってないのかなと思ってたんですけど、その抽選外れた芸人後輩とかに聞いたら、いやあっさんこれ見てくださいよみたいな、後半改定予定表っていうんですけど、その日一日のこう予定が載ってるノートっていうか、はいはい、調査紙みたいなのあって、それ見たら100件くらいこう裁判があるわけですよ。で俺の中では1件しかないと思ってたんではい、はい、こんなにあんのみたいな、っていうか抽選外れた人もこれ見れんのみたいな。だからもう それくらいは裁判のこと知らなかったんで、はいはい、一般人以下の知識というか、うんうんうん、で午前中そのオウム裁判見て、まあ、総裁ももう帰っていいよみたいなこと言ってたんで、じゃあもう午後帰って電話番しようかなと思ってたんですけど、まあ、電話番は明日でもできるし、と思って、まあ、午後もちょっと裁判もう一個だけ見てこうかなと思って見たのが二つ目ってこと。へえ、それはどんな裁判だったとか覚えてます？まあ、それももう本に書いてあるから覚えてるっていう感じですけど、まあ、東京で車を盗ん で北上して北の方に向かってる途中で捕まったっていう窃盗の事件だったんですよ。はいはいはい。で午前中に見たオウム裁判は、まあ、今から振り返るとですけど、あの事件自体起訴する件数も多いし、でいっぱいあって、しかも俺が見たのももう100回、第100回とかそれくらいに近いから、どの部分をやってるのか当然わからないんですよね。はいはい。それと比べてその車盗んだ人の事件はものすごいわかりやすいんですよ。はあ。なんかさっきと全然違うと思って、であなた
車を盗んでその北の方に向かってましたけど、どこに向かってたんですかとかって被告人に質問で弁護人から聞かれて、あのちょっと小樽の石原裕次郎記念館に向かってたんです。ははで、石原裕次郎記念館何しに行こうと思ってたんですかって聞かれたら、被告人が、あの石原裕次郎の弟として挨拶行こうと思ってたっていうんですよ。弟石原慎太郎の弟は知ってます、それは裕次郎ですから、はいはい、石原裕次郎に弟いないでしょって思うじゃないですか、はいはい、でも被告人が弟だって言ってるんで、なんか石原裕次郎の弟ありきで裁判進んでいくんですよ。あ、それ別に突っ込まないですね、別に誰も。誰も突っ込まないんですよ。なんだこれと思って。いや、さっきの午前中見たやつと雰囲気も違うし、なんか分かりやすいし、ってかこれ何なんだみたいな。面白いですね、確かに。で、まあ、弁護人の質問があって、まあ、二度とやりませんね、みたいな感じで終わって、で、続いて検察官が、はい、なんかあなた、前科があって、はい、以前、石原裕次郎の自宅にね、空き巣に入ってますよね。石原裕次郎マニアみたいな、ね、本当になんかこう二度とやらないと信じていいんですかみたいな感じで検察官の質問は最後裁判官もなんか本当にもう車もう盗みませんかみたいなことを反省してるんですかみたいなことを聞いて、で本当最後の最後なんですけど、裁判官が言ったのが、あなた石原裕次郎の弟じゃないよねいやこの裁判始まっても 4,50 分経ってここで言うんだみたいな。なんかこう一番いい質問裁判官に取っとくんだなみたいな、デザートみたいな。なんか裁判結構面白いじゃん。あ、じゃあその2回目の裁判なんですか、そのなんていうかこう。そうですね、その日楽しみを覚えたというか。まあ、楽しいというとね、車盗まれた人に失礼かもしれないですけど。はいはい。なんかそもそもなんか。裁判で全部ニュースとか新聞に載ってる、報じられるものかと思ってたら、え、100件もやってる。だ当然全部ニュースではやってないし。はあ、はあ、あ、そうなんだって。中にはちょっと笑っちゃうというか、その、石原裕次郎の弟なんて言い張ってるみたいな裁判もやってて、全然ニュースでやってないじゃん、と。で、それをその、お笑いライブとかで、ネタ終わった後みんな全員集合みたいな。ところでちょっと話すと、やっぱりこう食いつきが良かったりとか、はあ、ネタになるかなみたいな感じでしたね。へえ、じゃあもう一回行ってみようかなみたいな感じで、じゃあその、そうですね。といってもまあ収入が全くなかったんで、バイトもあるし、はあ、ネタの練習とかネタ作りもあるし、その合間なので月に 1,2 回って感じでしたかね。へえ、じゃあそれが、はい、月に 1,2 回だったペースが、はい、こう増えていくというか、はい、どんな経緯でなっていくんですか。今も連載してるんですけど、2002年かなに月刊作るっていう雑誌があるんですけど、はいはい、今もあるんですけど、それがさっき言った総裁が連載してたんですけど、はい、最後の2ページだとか最後の4ページを読者に売りますと思って、はいはい、そしたら全然応募がなくてで、それをなんか我々新人でこう連載を回そうみたいな話で、なんか他の人はなんか書いてたんですよ確か。で俺が書いたのが裁判の話だったんです、うん、でそれ1回目書いて、その月だったかな、なんか出版プロデューサーみたいな人から話がありまして、はあ、これすごい面白いからもう本にしましょう。へえ、1回目なんですよ。で言ってもそんなに面白いエピソードはなかなかないわけで、はあ、やばいぞと思って打ち合わせしながら、でもそっからもう増やさざるを得ないというか、でその雑誌のコーナーも他の芸人でこう回してリレーエッセイみたいな感じだったのがもう俺だけになって、はあ、でその本の執筆と連載同時になんか進めるみたいな感じになって、まあ、取材しないと書けないですからね。それで増やしたっていう感じです。え、だって今週5回通ってらっしゃるってことですか。平日なので週5です。すごいですよね。え、じゃあ連載始めたのが2002年とかだったと思うんですけどね、はい、今も続いてるから18年くらいやってるんですよね。すごいですね。じゃあ18年間、はい、ほぼほぼ裁判この東京地裁
まあ、違う地方も行ってるけどとかですか。まあ、定期買い出したのが2004年なんで、そこからがほぼほぼ毎日になりますけど、あとは仕事のついでになんか例えば大阪のテレビを見てもらったとかになったら早めに行って大阪地裁行くとか、はあ、僕は工業の公園で名古屋公園とかあれば、まあ、名古屋地裁早めに行くとか、ですけど基本的には高校ですね。あ、でその連載きっかけでなんかサンジャパとかなんかそういうワイドショー的なところだったりとか、はい、なんかその裁判傍聴芸人としてこう声がかかるようになるとかタイミングっていうのはやっぱそれが始まってからですか。そうでしょうね。 どれが先なんですかね。あんま覚えてないけど、やりすぎとかも出てましたよ、ね、ああ都市伝説ですか。はいはい、あ、はい、そうですね。でもそれも相当後ですからね。だって本出たの2004年。サンジャポ呼んでもらったのって最初何なんですかね、覚えてないな。でも多分それより日テレの深夜の、番組が最初なのかな。はぁ、ま、最初覚えてないですね。なるほどね。基本執筆が一番あの収入的なことで言っても一番メインというか、まあ、収入ってのはビビたるもんですけどね。はぁ、アルバイトとか別にしてない。いや、してますよ。あ、そうなんですか。芸人収入なんてもうビビたるもんですよ。あ、そうなんですか。はい、そっか、めっちゃ有名だから。でも、結婚とかしてるんですか、ちなみに。してないですよ。無理でしょ。自分一人でも生活できてないの。あ、そうなんですね。はい、そっか。でも、今この、なんていうか、スタイルというか、はい、を、別にその、変えるつもりはないと言ったらおかしいですけど、はい、あの、ずっとこれで、やっていこうかなっていう感じですか。いや、何にも考えてないですよ。あ、そうなんですね。そんなことは何も考えてないですね。へえ。今なんかこう あるんですか、この目標というか、そのなんかこういうことやってみたいみたいなこととかって。全くないですよ。俺昔からないから、最初に言った通りなんかやりたいとかってあんまないので。そうなんですね。そっか。でも自分ができることをこうやってるっていう感じですか、イメージとしては。そうですね。なんか一応連載とかもあるし、ラジオも週一あるし、それって喋らなきゃいけないし書かなきゃいけないので、はあ、はあはあ、まあやらざるを得ないっていうくらいで。なるほど、なるほど。ちなみに今日は何だったのか。じゃあノート見ないとはもう思い出せないですけど、はあはあ、今ずっと1時間くらい原稿書いてたのは、はあ、これ名前もいいのかな、まあとりあえず、大槻孝信被告人、まあ、実名報道されたやつなんですけど、はあ、あのフェイクポルノ、ほうほうほう、なんかここ1年くらいですかね、個人的に知ったのはそうですけど、はい、ディープフェイクってなんかトランプ大統領が喋ってもいないのに喋った風な動画とか、あ、フェイスブックのザッカーバーグのやつが最初に出たんですかね。はい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 、ザッカーバーグの映像なんだけど実は喋ってないみたいな、はい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 、勝手に作ったやつ、はい、うまく合成できるみたいな。あ、僕それオバマさんバージョン見たことあるんですか。オバマもあるし、だから日本よりは多分向こうの方が問題になってるっぽいですけどね、政治家絡みで。へえ、そうか。だからあとはその日本はなんか今ポルノの方で話題というか、へえ、ね、なんかこう可愛いアイドルとか有名な女優さんの顔にアダルトビデオの顔が入れ替わってるというか、はあはあ、でそれで初摘発されたのがその大槻孝信、その初公判というか、まあ、事件としては変わってるなって。へえ。その人はそれを自分一人でやってたんですか。はい、作っての一人ですね。はい、へえ。作っての一人やってて、それでその売って収益を得てるってことなんですか。違うんですよ。その売ってるやつはいっぱいいるらしいんですけど、被告には違うんですよ。売ってなかったんですよ。じゃあ自分で干渉してるわけですか。自分で干渉っていうのもちょっと違いますけどね。じゃあ逆になんでそれが事件になって明るみになっちゃったんですか。事件になったのは、罪名が、なんだっけな、著作権法違反と名誉毀損なんですけれど、はい、その元のアダルトビデオあるじゃないですか、はいはい、でそれを、まあ、法廷でも名前は明かされてなかったですけど、まあ、アイドルなのかタレントさんなのかの女性の顔がこう合成された動画を作って、でそれを、自分のブログに動画の URL を載せたっていうのが基礎内容なんですよ。ああ、でもそうか、そうすると確かに誰でも見れちゃいますもんね。そうなんです。で被告人は、まあ、システムエンジニアっていうこともあってディープラーニングの勉強をすごいしたかったと。
はいはい、でディープラーニングって、まあ、いっぱいある中で、ディープフェイスラボっていうソフトがあって、うん、でそれがこう動画をこう他の人の顔にこう変えられるっていうソフトがあって、それの勉強をしてたらしいですね。で、その勉強したいんだけど自分芸能人詳しくないという、はいはいはい、でツイッターでなんかこう動画を上げてると、いやあのアイドルで作ってくれよみたいなリクエストあるらしいんですよ。 あの女優で作ってくれよみたいな。なるほど。そうすると被告人は全然芸能人知らないから、じゃあその素材をくれと、うんうん、顔写真とか、なんかこれネットで調べた限りですけど何万枚って写真必要らしいんですよね。へえ、あ作るのにやっぱり無効ですかね。結局ディープラーニングが勝手に、まあ、コンピューターが勉強するんでしょうけど、ネット上にない場合はってことかもしれないですね。素材が必要 で作ったよってあげると、ツイッターでそのリクエストした人が、いやこれ顔似てないとか、はあはあ、いやちょっと目細すぎませんかみたいな。そう、被告人はもう勉強したいからなるほどってなるわけですよ。で俺はそのソフトもちろん全く知らないですけど、その数字として出るらしいんですよ。似てる具合がどう、いやそのどう合成できたかみたいな。はいはいはい、で似てるかどうかは結局 AI とかコンピューターじゃなくて人間が決めることじゃないですか。そうかそうか、はいはい、だから依頼主に見てもらう。はあ。で依頼してきた人がなんか急に連絡取れない、まあツイッターでステアカーとかで来るんでしょうね多分、はいはい、でせっかく作ったのにこの動画どうするんだっていう時に、自分のブログに URL を貼り付けてた。あ、へえ。そういうことらしいんですよね。そんな、でもなんか確かに新しい今っぽい事件ですね。なんか今っぽいんですかね。まあまあまあ初判例ってことですからね。どういうふうに選ぶんですか。でも100件もあるじゃないですか。はい。あのまあもちろん自分が行きたいのを外れる場合もあるでしょうけど、どういうあれで選ぶんですか、その基準というか。なんですかね。結局俺はもう。その書くとか喋る取材なので当然ですけど、はいはいはい、でそれに合わせたっていうことになりますかね。なるほどね。なんか前青汁王子が捕まった初公判かなんかに、はい、僕あのサンジャポ別にやってないんですけど、はい、なんかしないけど一瞬だけなんかあの取材ディレクター映るようにだけなんか3回だけ雇われたことがあって、はい、あのそれ青汁王子の時に行かされて、はい、行ったらアスさんいらっしゃって、はい、それはやっぱあれですか、そういうメディアで喋るためっていう感じですか。毎週木曜日のラジオがその実名報道されてる事件の裁判なので、まあ、当たれば見るし、当たらなければ違うの見るし。あ、なるほど、そういうコーナーなんですよ、実名報道。まあ、実名報道までは言われてないですけど、ラジオで喋るには、そうか、報道されてないやつ名前出すわけにもいかないですしね。そうか、そうか、そうか、そうか。へぇー、なるほどね。そんな危ない目にあったこととかないですか、そういうこういう芸風で逆になんかその危ないってなんですか、登場人物のなんか周りの誰かがこうなんかしていくとか、そういうことは、そういうことなんか、ああそういう意味では反響はありますけどね。なんていうんですかね、それ嫌な目なのか、なその裁判ってほとんど報じられないってさっき言ったじゃないですか、はいはい、それを被告人の主張の場でもあるじゃないですか。あでそれをみんな見に来ないんですよ、なんか知らないけど。俺毎日行けと思うんですけど、はいはい、行ったことない社会人ってかなり社会に興味ない人だな、大人だなって思うんですけど、はい、裁判って多分勘違いしてる人も多いと思うんですけど、はいはいはい、まあ被告人によって全員違いますよ、断言はできないですけど、見てほしくないっていう人もいれば見てほしいっていう人もいるわけで。なるほど。そうなんですよ。だから取り上げてあげたぞとまでは思ってないけど、なんかちょっと公開の意味をちょっと広げてあげてますよくらいはあるのかなっていう。あ、そうか、じゃあそれで取り扱ってくれてありがとうっていう声もあったりするんですか。まあ、特に否認してたりとか実名報道されてなんか報道の内容が違うとかになれば、へ、実名報道されてその後裁判どうなったとか分かんないですもんね。で報道の内容違うとなれば反論の場所もないわけです。あ、そっか、間違った情報がパッて世に出てそれが訂正されないままっていうパターンも、そっか、パターンあるってことなんですね。でそれどころか事件もニュースになってないものなんていっぱいあるじゃないですか。そうすると被告人も違うとか被害者も言いたいこともあったりとかいろいろありますからね。もっとなんかみんな気軽に言えばいいのかな。
そっか。え、ちなよくなんか選挙の時に選挙に行かない人ってすごい7人社会に等しいみたいな言われるじゃないですか、はいはい、結局6割くらいの人行ってないぞとかなるんですけど、裁判所もなんか結構いい年になって行ったことない人ってなんか同じくらい言われても良さそうなのになんでいつも選挙だっけなの。なんか東京にいるとあんまりこう感じないかもしれないですけど、自分の街で起きた事件どう処分されるかっていうのを見に行かないって結構社会に興味ない人って、まあ行かないのがダメとは言わないんですけど、うん、面白い、ありがとうございます、はい、面白かったです。ちなみにこの阿蘇山大噴火って、あ、ごめんなさい、最後いいですか、はい、阿蘇山大噴火のこの芸名は、はい、なんで総裁です。あ、付けられてみたいな感じですか。はい、そうですね。あ、ちょっと武士軍団的な感じの雰囲気もあるというか、そのもうお前これだみたいな感じなんですか。まあそうですかね。あ、そうなんですよ。なんかこう意味があったわけじゃないですよ。そうです。あ、まあ本名は阿蘇なので、それで、あ、だから辛いとか聞かれるのが一番辛いというか、あ、そうです、何もないので、で噴火するために俺が何か言われるって、なんでだよそんなこともあるんですね。ありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。